もう星が早い。こんばんは。12月4日水曜日の乃木曜日を担当する薬間美代です。イエーイやだー、すごい久しぶりだから緊張しちゃってすいません。あ、コメント見た。すごい、こんばんは。どうもどうもどうも、ありがとうございます。どうもどうもどうもおはようだって。今起きたんですか？優雅な生活をなさっているんですね。羨ましいですあ、ありがとうございます。こんばんは。ではですね、皆さん今日は何してました？役場はですね、普通に学校行ってましたですよねあ、大学です。ですよね。そうです、仕事でした。お疲れ様です、お疲れ様ですああ、皆さんお仕事お疲れ様でございます。そうですよね、そうですよねテンションどうしてたって、普通です、通常運転。やっぱすごいテンション高いんですよ。なんかお仕事の時は割と抑えめなんですけど、それでも高いって言われるんですよ。お家だともう一段階ぐらい高いですテストだった？お疲れ様です。私もテスト近いんですよ。ですよね、学生の皆さんもテストですよね。だって12月ですもん。ひー、恐ろしい髪伸びた、本当ですか？いえ、確かに。あれ、前どれくらいでした？長かったかな。今テスト中、それはダメですよありがとうございます。それではですね、そろそろ昨日のメンバーさんからの宿題をやりたいと思います。昨日はまゆちゃんからでん、やくぼちゃんへぶりっこで可愛い一言ハート、まゆよりニコニコという感じでございますが、何ですか、ぶりっこで可愛い一言ってぶりっこで可愛い一言、可愛い一言って何ですか、教えてください。 Tell me say。 ニコ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 ですね難しい。あ、キス顔のやつ、あのライブのやつですよね。それはもう忘れたことにしてるので。何言ってほしいですか恥ずかしい告白やだ、やりたくない、どうしよう。難しい宿題を出してきますね、田村先生。全く、あ、もやしそれはあれですね、ヤンのやつですかね。ニコニコ、え、決まらない、全然決まらない、どれも言いたくなさすぎるそんなこと言っちゃダメ、いけないいけない。どうします、ちょっと私優柔不断なんですよ、もう全然決められない困っちゃう、どうしましょう、どうしましょう。難しい難しい、皆さん結構送ってくださるコメントのハードルが高すぎます。私そんなの言えない、言えない言えないあ、じゃあやっぱあれですね、3、4期生ライブのユニットのデコピンでやったキス顔選手権のあれが多いでございますので、それにしようかな。でももう一生やらない気持ちでいたんですけども、やった、だって嬉しいですか、ヤクボのそんなの見てもう誰も喜ばないなと思いながらライブもやったんですけども、あ、嬉しい、すごい優しい、びっくりしちゃう。え、私みたいに嬉しいんですか、すごい、みんな心が広いんですねでは、そうそうなんですよ、それにしようかな。可愛かった、だってそんなことないですよじゃあやります。え、でも何言ったっけ。あー、仲直りのキスと、あの1日目が初めてのキス、2日目が仲直りのキスで、キス顔選手権っていうのをやらせていただいたんですよ。どっちがいいか、仲直りがいい、仲直りがいい。あ、仲直りが多い気がする、両方はやらないじゃあそうしよう、仲直りのキス、あー、やりたくない、甘えるな、だって両方、両方やだじゃあ仲直りのキスやります。しょうがないな、これで許してあげる、ちょっ
何を言ってるんですか。本当に可愛い可愛くはない、可愛くはないですね。やったやったじゃないよ、全然恥ずかしい。可愛いだって本当に皆さん優しい。優しいでございますよ、ありがとうございます。生きててよかった。そんなそんな、皆さんお言葉が上手ですね、本当にありがとうございます。そんなことないんですよ、恥ずかしい限りで。それではですね、続いて3、4期生ライブの振り返りトークっていうのをしたいと思います。イエーイ。そして今日はですね、お写真とともにちょっとお話ししていきたいなと思うんですけど、お写真、あ、逆だった。お写真たちがございますので、見せながらお話できたらなと思います。まずじゃん、じゃじゃん、これは、あ、全然私のせいで見えない、これです。ヤクボとセーラとさやかです。かわいいだってですよね、みんなかわいいですよね、私以外はかわいいんですけども、これはもう本番のちょく直前、本当に直前に撮って、もう山にもしてもう行くぞっていう時の写真です。全然そんな緊迫感とかないんですけども、そう撮ったんです。かわいいですよね、この衣装良くないですか、ピンクとオレンジが。わたたたた、落としちゃった、すいません。すいません、変なこと出しちゃった。ピンクとオレンジのお衣装を着させていただきまして、私はピンクの方だったんですけども、かわいい、蝶々がついてるんです、お花と蝶々がついてるんです、かわいい、そんな感じです。ちょっとあんまり内容のないトークになってしまった。じゃじゃん、そうねそうね、他なんかあったかしら、みんながかわいいっていう話ですよ、そう、そんな感じ。続いてですね、どうしようかな、じゃん、これはこれもですね、本番の直前に撮ったユナとのツーショットです。そう、ユンちゃん、ユンちゃんです。あー、ユンちゃん可愛いでしょ、可愛いのよ。ブログに書いたんですよ、ユナはカッキーがいると構ってくれなくなるって。そうなんですよ、本当にユナ絶対私のこと好きじゃないですか、でもカッキーにはどう頑張っても勝てないんですよ、カッキーが強すぎる、もう複雑な心境、悲しい。そうですよね、あの二人ほんとラブラブなんですよ、勝てん勝てん、カッキーをかっこよかったですよね、見ました、カッキーのダンス好き、めっちゃ好き。カッキーだもん、そうだよね、カッキーには勝てない、カッキーすごい、私もカッキー大好きだけど。いいな、でも私もカッキーともラブラブになりたい、ユナともラブラブになりたいけど。みんな大好き大好きなんで、あ、そんなカッキーとの写真ありました、イエーイエーイエー、カッキーかわいい。さくらは、さくらも好き、さくら大好き、みんな大好きやないかい、その通りです。じゃじゃん、二人でどんな話する、どんな話するかな、でもカッキーはすごい珍しい方で、ヤクボのことをすごい可愛いって言ってくれるんですよ、優しいって感じなんですけど。そう、カッキー可愛いですね、すごいカッキーの顔好きで、あ、もうでも4期生みんな好きなんですけど、顔も中身ももちろん、カッキーもめっちゃ好き、めっちゃ可愛くないですか、可愛いなって、俺やっぱり可愛い、可愛いよね、わかる。なん、あ、これもあった、これもブログにも載せている写真なんですけども、そう、カップルのお二人と撮ったんです、撮ったんですよ、そうなんです、はるかは俺の嫁だって、絶対違うよそれ、絶対違う、私の嫁。違います、そう、後ろは、あ、これはちょっとすいませんなんですけども、そう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 、もう本当にさ、私そう一人一人も好きなんですよ、ユナも好きだし、カッキーも好きだけど、このカップルも好き、はあ、幸せな世界ですね。こんな可愛い方々と一緒にいられて生きててよかった。ヤクボも可愛いよ、だってそんなことないんです、あ、なんでヤクボさんの顔は目から上なんですかって、そうなんですよね、私割となんか
こういうお写真結構ブログに載せるんですけど、なんでかっていうと私よりみんなの方が見たいよねと思って私の顔なんかそんなに映らなくてもいいんだけど、可愛いみんなを見てくださいっていう感じで、結構目から上の写真が多めなんですだって私なんかより2人のこと見てほしいもん、可愛いんだもん、だってあなたの写真も欲しい。変わってますね。そんなこと言ったら失礼。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいけど恥ずかしいですねいや、ライブ最高だった、嬉しい、ありがとうございます。そうですよね、なんだろうな、皆さん来てくださった方いますか、はいって、こういうのをライブの MC でやるとみんなはいって言うんですけど、来てくださいましたか。二日様とブルブル、すごい行きたかった、もう行きたかったって言ってくださったり、行けないんだってそうやって言ってくださるのが嬉しいんですよね。だって来たいって思ってくれてんのもん、嬉しいよそんなの外れちゃった、うーん、残念、悲しい。1万人、あらー、ありがとうございます。こんな皆様きっと学校やらお仕事やらテストやらでお忙しい中見てくださってありがとうございます。そんな恥ずかしい、すみません、1万人の方に見ていただけるような面白い話はできないんですけども、自分で言っちゃダメ、そんなことダメ、よしよし嬉しい限りでございます、ありがとうございます。落ち着けよう、だってでも今日結構落ち着いてますよ、前回とかもっとアゲな感じだったと思います最近アゲっていうのにハマってるんですよ、すごくくだらない情報なんですけど、アゲですすいません、ちょっと笑い方もちょっとなんとかしたいなと思って、アゲです。あ、みんなアゲになってくださっているんですけども、そうなんですよ、笑い方変なんですよ、なんかちょっと可愛くしたいなと思います。来年の目標かな、じゃあそれが目標ってなんかちょっとダメですけどもね、はい、マシンガントークなんですね。そうなんですね、またすごい喋っちゃうんですよ、もう喋るの大好き恥ずかしい。そうだな、どうしようかな、なんか皆さんライブ見てくださった方でこんなのが良かったよなんていう話をありますか。あ、おいでジャンプね、そうなんです、今回のライブおいでジャンプ1曲目でしたよね、しかもなんですけども、ダメですよあんまりそんな、ヤクボミヨシカって言ってくださるのはすごい嬉しい限りなんですけども、やっぱり中田さんのお名前をね、よろしくお願いしますって思います。ヤクボはそんな申し訳ないんですよ、嬉しいんですけどねありがとうございます。あ、クイズね、そうクイズ やらせてもらったんですけど、ちょっと乃木坂大好きとか言いながらなかなか答えられなくて、もうあ、もう乃木坂好きっていうのをやめようみたいな、そんなことないんですけども、結構なかなか難しい問題が出ちゃいましたよねそうなんですよ、久保さんさすがですよ、もうやっぱり先輩には勝てない、さすがです、愛の量負けた、そんな感じですほう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 、デコピン、そうなんです、デコピンを私はユニットでやらせていただいたんですけど、なんだろう、すごい嬉しいですよね、大好きな松村さん、白石さん、橋本さん、香川さん、もう大好きな方々の曲で、でもだからこそ私がやっていいのかって思ったし、そうなんですよ、申し訳ないなと思いつつもやらせていただきました、ありがとうございました。本当にね、もうなんだろう、嬉しいんですよ、嬉しかったけどなんか申し訳ないっていう思っちゃうな、似合ってただって優しい、そんなことないんですそう、そこでキス顔選手権っていうのをやったんですよ、感想で、なんだとなんだとって感じですよね。いや、私のキス顔誰も見たくないしと思いつつもやったんですよ。もうだって他の4人の皆様すごい可愛らしい方々じゃないですか、何を混ざってるんだヤクボみたいな思いましたんですよ、見たいです、もうやらない、絶対やらないヤクボはそう、そんなわけない、そんなことないですって、優しいですよね本当に乃木坂のファンの方っていうのはってよく思います。見たい、だって嘘つけ、絶対見たくないだろ
ここでもう一回本当にやらない、もうやらない。さっきあのまゆちゃんの宿題でもやりましたしね、もう封印です、需要ないので、イエー見てないのよ、うーん残念、すいません。そんな感じですね。なんだろうな、私すごい喋るのは好きだけどなかなか上手にお話できないので、こういうショールームさんの時はあのメモに書いてくるんですよ、こういうこと話そうっていうのを。今日もあるんですけど何なんか書くはいいけど恥ずかしくて言えないな、なんだろうな、あ、そう、昨日で4期生1周年でしたね。12月3日お見立て会を1年前にやらせていただきまして、早い、もう1年かっていう、私的にもう3ヶ月前くらいの気持ちなんですよ、お見立て会が。あ、もう1年びっくりですよね。あ、おめでとうだって嬉しい、ありがとうございます、大変嬉しい限りでございますそう、早いね、だよね、早いよね、わかります、お嬉しい嬉しい、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございますそう、お見立て会の上でなんかもちょっと話そうかなって思ったんですけど、これなんで緊張したなってぐらいしか、なんだろう、もう緊張しすぎて記憶がないんです、お見立て会の本当にやったっけってくらいそうなんですよ。2年目の抱負、抱負は頑張るぞダメです、こんなじゃ。抱負はなんだろうな、あ、そう、走り方直したい。ライブですごい走るじゃないですか、結構もう走り方が可愛くないんですそれはもう抱負の一個ではあるんですけど、もっといろいろありますが、なんか私あんまり目標っていうのを言えなくて、なんか達成できなかったらどうしようみたいな思っちゃってなかなか言えないんですよ。だからちょっと大きな目標は心の中に潜めておくんですが、その中の一つは走り方をなんとかするっていうやつでございます。個性、優しい、いい人いいねだって、ありがとうございます、ありがとうございます。なんだろうな、あ、そう、私今テスト前っていうのをあのブロッカーなんかにも書いてるんですけど、本当に数学が分からなくて、皆さん分かりますか、数学。もう数学って言ったらいろんなことありますけど、私今あのベクトルが全然分からなくて、あ、もうベクトル、ベクトル、もうこことここやってこうやるっていうのは理解できたんですけど、そっから先はもう分かりませんよね、分かんないでしょ、困っちゃうって感じで頑張ります。しかも私本当にアホで数学の問題集をどこかにやってしまってダメじゃん、もうしっかりしっかりしっかりなんですよ、懐かしい、本当ですか、もう現役高校生大変です、何にも分からない、どうしよう。そ、でも微分ができるっていう、それだけはちょっと自慢したい、できますひそんなに自慢できることじゃないかな教えたいだと教えてください、もう何にも分からない、そんな感じなんですね。そうなんですね、理系文系ですね、文系なんですよ、数学分かんない。そう、言えるよりは頭いいんですよ、私は頭、あんまり頭良くないんですけどもう全部忘れた、本当ですか。いや、忘れちゃうのにちょっとやるのもって思っちゃうんですよね。ダメダメダメ、勉強しましょう、英語はもう、英語はそういうのゆりゆりとかね、れいちゃんにが英語担当ということで、私は原文得意です、正解、私結構国語得意なんですよ、国語以外できないんですけど、よくわかりますねそう、世界史、あーあー、ちょっとノーコメントでいこう体育は知ってますよね、私が体育苦手なの苦手です、苦手なんです理科は、理科はできない、もう得意なのがないって、あら困っちゃう。音楽は、音楽もできないな、もう本当に私あんまりね得意じゃないですね、ほとんど、よく考えてみると。
ホームルーム、ホームルームは大丈夫だって受けるだけのもそんな、そうそうそうそんな感じで、じゃあ乃木曜日選手権やろうかな、やろうかなとか言って軽い、ノリが軽いんじゃん。今週はですね、ダメ、仕切り直し、はいここで今週の配信メンバーで争う乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は3、4期生にちなんで 34% を目指そうです。投票結果の片方が 34% になる2択の質問を考えて発表します。ユーザーの皆さんには投票機能を使って答えていただきたいと思っております。イエーイイエーイイエーイ週の中で最も 34% に近かった人には素敵なプレゼントがもらえます。欲しい、プレゼント欲しいひー、現在の1位はどなたなんでしょうか。お、31.6% 坂口さん、すごい、 31?3% しか違わないんですよ。あら、あらあら、いや、頑張りましょう、うん、34% 目指しましょう、うんうんうん、昨日はまゆちゃん 40%、 なかなか強いですよ、40もできますかねじゃあ、あの二択募集です。どんな二択だったら 34% に近くなると思いますか。募集、カレーライス、ハヤシライス確かにそれはどっちが多いかな。難しい難しい、あ、ツインテポニテ、いやそれはどうだろうな。でも昨日もまゆちゃんも前髪ありなしで髪型系でしたね。どうする、まゆちゃんにかぶせていく、髪型でいくどんなかぶせ、理系文系、それは34に近くなりますかね。どっちの方が多いんだろうな、難しい。もう本当にさっきも言ったんですけど、本当に優柔不断で全然決められないんですよ。困っちゃった困っちゃったな困っちゃったなあ、ショートかロングか、私ロングなんですけど、そこでショートを入れてくる方、ちょっとうんって思いますけど、私決まらないな。あ、でも坂口さんもまゆちゃんも髪型系なんですね。あら、じゃあ私も髪型でかぶせていこう、かぶせていこうぜじゃあショートかロングが普通ですね。それはなかなか普通ですね。ポニテかツインテ、ポニテかツインテ、ポニテかツインテ、あ、じゃあそうします。結構多いのでポニーテールかツインテール、皆さんはどっち派ですかって感じで書きます。あ、ちょっとあんまり綺麗じゃなかった悲しい、綺麗、こういうの綺麗に書ける女の子に憧れます。私、わかります、わかりますよね。いてーる、イエス、わかるわかるですよね。ポニーテールる、そう、丸1ツインテール、丸2ポニーテール、こんな感じになりました。スキンヘッド、スキンヘッドはちょっと選択肢には入らないのですが、ツヤクも結構ツイン率高いですよね。なんでかっていうと、あの今日髪型どうしようって4期生に言うとツインってみんなが言うからっていう、それだけの理由なんですけどああ、また変な笑い方しちゃった。いかんです、いかんです。いかんです。女の子らしく笑いたいですね、本当に。はあ、一旦両方やって。私のそれに皆さん見たいですか？うん。でも見たいですかって言うとみんな見たいって優しいから言ってくださるんですけど、もう正直あんまり皆さん見たくないよな。ほら優しい、みんな見たいって言ってる。優しい。見たい。ちょっとやります。ツインテール。ツインテール。はあ。みんな出たい子はですね。ツインテール、はあ、感じです。見たいようだと本当に優しい。ポニーテール、ふん、雑、雑、ポニー。可愛いだって何を言うてるの。優しい、みんな心が広い。なんか
私この配信で優しいって言ってるんだ。でも本当に皆さん優しいですよ。じゃあさ、やったところで投票を開始いたしたいと思います。本可愛すぎてにやけど絶対嘘だ、私分かってるからね。お、投票してください。丸1ツインテール、丸2ポニーテール、どっちがいいですか、どっちがいいですか。皆さんでも違う、これは好きなのやるんじゃなくて 34% に近くするやつですよ。いやでも分かんないよね。そっか、どっちだろうね。これで 50% ぐらいだったらいい感じですよね。ツインテールポニーテール、みんなよくやる髪型ですもん。これは半々ぐらいがいいですよ、34じゃなくてポニテが合わせ、本当ですか。え、なんか悲しい、私ツインテールよくする人なんで、いじいじ悲しいの今どれくらい経ったかな、どれくらい経ちました聞いても皆さんわからない。じゃあそろそろ終わりにします。終わり終わり終わり、わーおトリプル、トリプルはない1か2でお願いいたします。ででん、出たの丸2のポニーテールが 56.5% で、丸1のツインテールが 43.5%。 うわー、全然34じゃないそんなことがあっていいのかわー、あ、もう普通に当然のように3位です。イエイ3位すごいですね。あの坂口さんが一番上手ですね。ちょっとよくば下手くそなんだな、気持ちいいな。そんな感じで残念ながら私は3位になってしまったんですけども、ここでですね、明日の配信メンバーに宿題を出したいと思います。イエーイ明日の配信メンバーはどなただと思いますか。でん、セミアレイちゃんです。レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん、レイちゃんです。どうしよう、皆さんレイちゃんにやってほしいことあります、あります、あります。でもレイパンチとかちょっと必殺技がありますけど、結構いろんなところでやってるから、あんまりレイちゃんがやらないようなことをやってもらったら嬉しいよね。嬉しいですよね。キス顔いい、やらせたい可愛いもんだってみんな見たいよね。どうしよう、ぶりっ子告白、もうまるっきりまゆちゃんのパクっちゃうけどなんだろう、おでこ出し、あ、おでこ、れいちゃん確かにあんまりおでこ出さないですよね。悩みますな。三尾原真夏さんのやつですね、真夏原。なんだ、英語でフリートーク、え、それ知ってもらったらすごい嬉しい、嬉しいというかすごいけど、皆さん何言ってるか分かんないですよねいい、悩んじゃう、悩んじゃう、悩んじゃう、決まらない、決まらないぞ。どうしようかな、じゃあ今から目に入ったやつにしよう。チュン、ピエンピエンっていうのが目に入っちゃった。ダメダメダメ、キス顔、はい、キス顔、いいよ、キス顔にしよう。すごいね、身を晴らしたいと思います。どうしようかな、どうしようかなっても決まったんですよ。セイミヤ、え、セイミヤとかめちゃめちゃフルネームで書いちゃった。レイちゃん絵でよかったレイちゃん、え、なんだろう、キス顔、キス顔、ただキス顔。あ、じゃあ私が今日やらなかった方の初めてのキスのキスがやってもらおう。初めてのキスで一言とキス顔でで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 でしてください。ハートハートハート、やーくごみお、ニコニコということで、ででで でん身を晴らします。レッツ、ちょちょちょ、セイミア、レイちゃん、え、初めてのキスで一言とキス顔してください。ハートハートハート、身を晴らします。イエーイイエイイエイということで、明日のメンバーへの宿題も決まりました。ということで、残念ながらそろそろお別れのお時間となっております。
皆さん見てくださって本当にありがとう。そんなに面白い話できなくてすいません。早だって嬉しい。そうですね、早いですよね。ということで乃木曜日水曜日終わりの時間です。明日の乃木曜日はセミアレイちゃんが担当します。時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。さらにこの後無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。イエーイ、そちらもぜひチェックしてください。イエーイ。それでは今日の相手はやこみよでした。うふふ、さようなら、ありがとう。すごい最後早口になっちゃった。皆さんありがとう、本当に嬉しかったです。うふふ、バイバーイ、ありがとうね、お疲れさん、ありがとう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 ございます、お疲れ、ありがとうございます。